いつでもできます一人で。丸ボタンしてこういう、そうですね、カメラは下がアナログスティックで、ね、はい、すごい。ソードスキルお願い。何ソードスキル？ソードスキルは、R ボタンとか。R ボタン。L ボタン？ L ボタンの。L ボタン。のプラス三角とか丸とか押すとソードスキル。はい、あ、これですね。はい。見て。お、パリングすごいですね。パリングって。パリングって相手の攻撃に合わせてやると相手がスタンスです。あ、そうなんですね。攻撃を受け流す感じですね。そうですね、ガシガシ戦ってますね。ステップはゲージがなんかできるんです。なんだこれ。同時にソードスキルすると連携が入るので。よくやった。そうですね、いいネットを押すと、はい、いいんです。R ボタンかな。の上です。あ、これですね。ナイス。わかった。そうすると必殺技、あ、押しすぎですね。ちなみに、はい、左下にタッチパネルのボタンがあって、はい、それを押すと、いいねってすごさ。ナイス。Facebook みたいな感じで。そうそうそうです。はい。いっぱい褒めてあげるといいんですよ。さっきはでも褒めすぎですか？過剰ですね。あ、あ、でも褒めるのは全然いいことなんで。あ、そうなんですか？はい。ガンガン褒めちゃって。ヘイヨ、このフィールドは一体何なんだ？階層も表示されないし。ここはオローエリアと呼ばれているらしいが。ホローエリア。あんたはどうやってここに来たのか覚えている？ダンジョン探索中、光に包まれたと思ったら突然このフィールドに転送されたんだ。回廊結晶のコリドーに似ていた気がする。突然転送されたか。だったら私とほとんど同じ。どうぞ。ただ違うのは、その手に浮かんでいる模様、フィリオにはないんだな。ええ、というかここでそんな模様があるプレイヤーなんて見たことない。ここにはフィリア以外にもプレイヤーがいるのか。ええ、でも少しおかしなところがあるというか。おかしなところ？説明が難しいの。実際に会って確かめた方がいい。分かった、そうしよう。で、俺たちが今向かっているのはどこなんだ？ほら、あそこに見えるでしょ。ああ、あの球体か。中に入ったことがあるのか？いいえ、入れないの。でも、あんたがいれば入れる気がする。なんでよ。その模様と同じものが描かれている。そうそうそう、統治法。模様が浮かんできたのはスカルリーパーを倒したことがきっかけのようだけど。でも、私には模様が出なかった。あんたの取っているスキルに関係があるんじゃない？こんなことが起きるスキルなんて聞いたことがないぞ。規定の時間に達しました。これより適正テストを開始します。ん？いきなり何？なんだこのアナウンスは。規定の時間、適正テスト。おいフィリア、これは一体何だ？私に聞かれても困る。適正テストとか言ってたよな。私も確かにそう聞こえた。
なんだか知らないけど面白いじゃないか。ここを突破してテストに合格すればいいんだろ。あんたこんな時によくそんな前向きになれるわね。この状況でテストとやらを回避できると思うか。それに未知のフィールドにはやっぱりワクワクしちゃうんだよな。どうやらお人よしじゃなくてバカの方だったみたい。私はずっと悩んでいたのに。なんか言ったか。なんでも。とはいえ俺はこのエリアについて何の情報も持っていない。フィリア、とりあえず周辺エリアで今まで戦った敵のデータを全部くれないか。それと状態異常やトラップなんかの傾向も。分かったから一度にいろいろ聞かないで。分かんなくなる。どっちや。分かったのか分かんなかったのか。分かんなかったんです。分かんなかったですね。スイッチいくぞ。今できません。なんかよくわかるな。そういう時は後ろに下がったりするんです。あのミスってなったんですけど、ミスったってことですか。攻撃、本当に RPG っぽくて、はい、当たる時は当たるんですけど、はいはい、ちゃんとミスもするんですよ。なんであ、やばい、痛い。やばいです。敵にスタン四角です。四角。私も褒める。ナイス、めっちゃ言ってますね。こういう時にLボタンプラスソードスキルとかすると結構。あ、そうですね。はい。あ、そうですね。はい。実はこの時にも指示出したりできる。あ、そうなんですね。そうなんですよ。なんでこの時にソードスキル使えとか。そうですね。ちなみになんかバーストゲージの5って書かれてますけど、はい、真ん中のあれが高いとゲージが回復しにくいんです、はい、そんな時にはスイッチ、スイッチですね。右下をタッチするとなってます。スイッチ。あ、本当だ。下がった。下がると結構ゲージが下がります。あ、本当だ。はい。で一緒に戦いながら進めると、まあ、いくらソロプレイヤーのキルトさんといえども、はい、ノラだとしても、はい、ノラだとしてもめっちゃ喜んでますよ。おー、かわいいな。かわいいやつめ。これ、この人強い。わかんないっす。じゃないですか、これ。ちょん。あ、赤いっすよ。赤いっすよ。わかった。敵を引きつけてもらって私は逃げる。あれっすね。めっちゃ逃げる準備、自分まとめないですか。はい、いいですね、これいい感じです。最高。宝箱開けようとしますよね。はい、敵に狙って。うわ、めっちゃ来た、めっちゃ来た、3、落ち着いて、落ち着いて、落ち着いて。あの技を止めろ。あの追いかけてくる技を止めろ。ちょ、早く。無理っす。これだ。
いいよ、フィリアいいよ。これがいい、これがいい。めっちゃフィリアに戦わしてます、ね。ちょ。いや、早くいなくなって。ああ、の、何あの動き。結局絶対勝てないですよね。いや、わかんないですよ。うまくやれば。本当ですか？じゃあ、まず褒めとこう。頑張ろうね。よし、スイッチが溜まったらさあ、行ってさあ、行って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 、いいよいいよ、行って行って、めっちゃあれですね、スイッチ行くぞ。あの確実に当たりをしなくても50ぐらいしかかかるんですね。あ、全然2しかかかるんですね。ストップ、リーチ長い、リーチ長い、リーチ長い。いや、いいよ、いいよ、いいよ、危ないぞ。ちょっと待って、ちょっと待って。ソードスキルって言うんですか？ソードスキルですか？はい。は、L ボタンです。L ボタン。これすぐソードです。ん？三角ですか？なんでも、多分対応してる。あ、そうなんですね。やばい、あ、死んだ、ちょっと、あ、あれー、なんで今こんなに火ダメだったんですか。ですね、ちょっと一瞬すぎて、ソードスキルを使った時に、はい、めっちゃ攻撃されてたっていう。ああ。